はい、みなさん、こんにちは。スーパーネコバンジーです。今ですね、ちょっと、急遽動画撮ってるんですけども、えー、僕がちょっと数日前にツイートしたこれね、えー、スティーリシリーズが何か言うとるぞと、あと21時間で何か発表されるらしいって言ってたじゃないですか。で、実際このページね、スティーリシリーズさんのこの、英語の方の公式ページ行くと、リンクがあって、何かが来るってね、こういうふうにカウントダウンしてるんですよ。あと4時間半後あ今5時半だから、えー、6、7、8、9、10時ぐらいですね。 10時ぐらいに、日本時間の10時に何か公開される予定だったんですよね。この宇宙のね、ずっと動画が流れてるんですけど、なんと、はい、リークしてしまいました。はい。お漏らししちゃいました。その内容がこちら。はい、アークティスノバプロワイヤレスですね。 こちらが発売されたんですね。で、発売されたんだね、発表じゃなくて、同時に。で、このページ多分、もともとこのタイミングね、これカウントダウンが終わるタイミングで公開されるはずだったんだけど、えー、まあ、限定公開みたいな感じ、ね。リンク知ってる人しかアクセスできないはずだったんだけど、どっかのね、国の言葉のサイトが多分、その、間違って公開しちゃって一瞬。 で、Google って検索 AI みたいな、検索ロボットがずっとネットのこの海の中でね、調べてるんですよね。なんか新しい情報ないかにゃーみたいな感じで、えー、走り回ってるんですけど、それに引っかかっちゃったんですね。で、引っかかっちゃったらもう検索の結果に乗るようになっちゃうんで、それで、えー、バレばれちゃったっていう感じだと思います。で、 このスティールシリーズのサイトってグローバルサイトなんで、多分どっかが漏れたら、えー、全部漏れるみたいな感じなんですね。要はこのアーキスノバプロワイヤレスってキーワードが、このね、URL が漏れちゃったら、全世界のサイト全部ね、あの、バレちゃうんで、えー、そんな感じで漏れちゃったみたいですね。なんか諦めちゃったのかなもうヘッドセットのカテゴリーに出ちゃってますね。で、今回ちょっとね、ここら辺を見ていきたいんだけど、このノバっていうのは新生っていう意味なんで、新しい星っていう意味なんで、 これの4時間後に発表される内容と多分同じだと思います。ということで今回はスティーブシリーズの、えー、お漏らししちゃった新作ヘッドセットを見ていこうっていう回ですね。はい。このアークティスノーバプロっていうのは、えー、今まで出てたこっちのね、えー、アークティスプロとゲームダックのこのセットの進化版ですね。新作ですね。で、Xbox、PlayStation っていうのにももう一個あったんだけど、なんか売り切れちゃったね。速攻で。で、もう一個がこの無印のアークティスノーバプロ。だから、 この後ろにね、4プレイステーションって書いてたり、4XBOX って書いてたりするんだけど、多分中身同じのような気がしますね。多分中身同じだと思うんだけど、まあ100%じゃないんですけど、そんな気がします。多分パッケージが違ったりだと思うんだよね。どうなんだろう。で、まずこの無印の優勢の方を見ていきます。はい。アーティスの場プロですね。あのー、ヘッドセットとゲームダックのセットになってます。 で、ゲームダックはもちろん第二世代のものになってますね。これ全部英語ですね。現時点だと。画像だけ見るともうめちゃくちゃかっこいいっすね。めちゃくちゃかっこいい。今まで見たゲーミングヘッドセットの中で多分一番かっこいいっす。で、今回これね、ゲームダックとセットになってますね。これセット販売ですね。ゲームダックもなんかダイヤルでかくなってすごい近未来的な感じになってるね。横ここから見たらわかるんだけど、ヘッドバンドタイプですね。うん、いいね。いや、でも結構なんかちっちゃく見えるね。このお兄さんの 顔が、頭が大きいのか、このヘッドセットのちっちゃいのかわかんないけど、なんかちっちゃく見えますね。この、イヤーパッドふかふかそうだね。すっげえ、すっげえ肉厚。で、ちょっとこれ英語に翻訳しますね。Google 翻訳先生お願いします。はい。で、ちょっと下の方見ていこうか。はい。全能のオーディオ。今までにないようなゲームオーディオを聞く、没入型。 ゲームの別の世界に身を任せてください。全能のオーディオはここにあります、ね。そのオールマイティーオーディオ。全能のオーディオっていうのを今回の,その売り文句にしてるみたいですね。で、見ていくと、ノバプロアコースティックシステム。ノバプロアコースティックシステム。まあ、すごいなんか音質が上がってるってことを言ってるのかな。プレミアムフィデリティドライバー。これが新しいドライバーなのかな。このスペシャルオーディオにも対応してて、えー、ソナーにも対応してますね。まあ、ソナーっていうのは、最近僕がちょっと前にあのー、アクティ 7P プラスかな。 何かで紹介したすっごい優秀なオーディオソフトウェアですね。EQ もいじれたりするんで、無料なんで、ぜひダウンロードして試してみてください。これが多分ベータ版だったのが正式版になるのかな。であとは、お、すごい。ゲーム初のプログレードのパラメトリック EQ を使ってると。すごいね。これゲームダックの中の EQ がもっと細かくなるってことですかね。はい。で、なんかすげえ強そうなチップが入ってますよーって感じかな。はい。新しい ESS サブレー。 えー、クワッドダックでゲームオーディオをスーパーチャージし超低レベルのノイズというかみで78%純粋な信号を実現します78%純粋な信号ってどういうことだろう、えー、星ゲームダックが 105dB SNR だったんだサウンドトゥノイズレーションかこれってあのー、SNR ってどれくらいがいいんだろう SN 比っていうねこれ確か高ければ高いほど、あのー、雑音が減るんですよねこれもすごいこだわってるんで多分上がってるのかな 一般的な SNS って何なんだろうね。オーディオ解像度は、なんと、96kHz24bit に引き上げられているよと。うーん、マルチシステムコネクト。ハブは複数のデバイスのホームベースです。2つのシステムを一度に接続し、ボタンを押すだけで、シームレスに切り替えて、必要に応じて PC Mac プレイスションまたはスイッチを使用できます。ええー、どういうことこれどういうことかなちょっと後で使用書とか見たいですね。 で、えー、次に EQ 設定ですね。EQ 設定。あ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10バンドになってる。10バンドの EQ ですね。えー、いいね、いいね。で、チャットミックスもできるよと。まあ、これは前からあったよな。で、マルチシステム。USB1 と USB2 で繰り返られる。あ、そういうことか。だから多分後ろに USB ポートが2つあるんだよね。ちょっとこれ後で、使用書とか見たいね。ノイズキャンセリングマイク。あー、なるほど。AI ノイズキャンセリングのハードウェア処理が入るんですかね。面白いですね。 で、えー、放送品質。まあ、でもこれさ、これさ、放送品質ってみんな言うよね。<laughs> 放送品質の双方向マイクってみんな言うけど、なんか、あんまり良くなかったりするから、ちょっとこれは、これは試さないでわかんねえな。マイクはソナーソフトウェアの AI アルゴリズムと連携して、えー、あなるほど。だからソナーのソフトウェアの中の、えー、そのアルゴリズムで音を消すんだ。えー、コンフォートシステム。これどうぞ。伸縮性のあるコンフォートバンド。ちょっとじゃあ、今までの、 あのー、スキーゴーグルヘッドバンドとちょっと違うのか伸びるのかなもうちょっと。わかんないです。でもスキーゴーグルヘッドバンドも伸びるか高さ調整が可能なイヤーカップ。うーんー、なんかどんな感じなんだろうね、これ。よくわかんない。多分この穴を変えるだけかな。うん。でもさ、これさ、マイク収納したら全然見えなくなるのかっこいいよね、これ。すごいい,い。対応機種が、えー、PC、PS5、PS4、Nintendo Switch、Mac。スピーカードライバーが 40mm ですね。周波数が10から4万 Hz で、 えー、インピーダンス38オーム。なるほど。マイクは、双方向性ノイズキャンセリングマイク。ゲームダック Gen2 の方は、ダックのチップはこれ使ってるみたいですね。で、えー、オーディオフォーマット 96kHz、2 4ビットで、再生周波数特性が5から4万 Hz。SNR111dB。あ、これが今回の SNR か。前回のゲームダックが105だったのかなそんな感じかな。で、同梱物は、えー、ゲームダックとヘッドセットだよと。あとは何が入ってる 5曲から4曲の軽オーディオケーブル。USB-C から USB-A のケーブルが2本ですね。磁石のイヤープレートを取り外せるんだ。なるほど。で、マイクポップフィルターって感じか。ちょっとこれ、視点情報外で見ていいですか。えー、っと、日本語だけ見たいな。お。あ、あったあった。これジャックの後ろに14番と15番が USB-1 と USB になってるこれ USB ポートっすね。で、16、17がラインアウトとライン。なるほど。あ、これいろいろできそうっすね。 えー、だからこれに PS5 繋げてこっちに PC 繋いだりもできるのか。だから一台で両方ともね、えー、同時にはできないと思うんだけど、切り替えて使うことができると。なんか色々できそうですね。ライン、i イ e アウトあるってことは、他のオーディオ機器にも出せるし、多分 2PC 配信とかでも使えるんじゃないかな。PS5 の音声を HDMI から取り出せる機械とかあったら、こっちで Discord と Mix とかもできそうっすね。 で、えー、18番がヘッドセットジャックか。なるほど。ここにヘッドセット刺すんだ。だから前に端子はないですね。13番がコントロールホイールと。まあここら辺は多分ゲームダックのオリジナルと同じかな。書いてましたね。えー、2つのデバイスにつなげることができると。で、切り替える感じですね。いいね。で、えー、ダックには、あ これ、前のケーブルと変わったね。普通の 3.5mm のオーディオジャックになってない。昔なんか特殊なスティールシリーズ専用のなんか、接続ケーブルだったの変わってますね。いいですね。なるほど。で、ラインアウトはスピーカーにつなげることもできる。あれこれスティールシリーズのスピーカーじゃないこんなのあったっけしかもなんかボリュームダイヤルもついてる。これ新商品じゃないのこんなのありましたこれも発表されるんじゃないか。あれおやおや新商品じゃないこれ。わかんないけど。 え、で、え、ストリーム、あ、そうだね。2PC 配信とかだったら、ラインアウトから多分 PC に出すんでね。配信用の。なるほど、なるほど。面白い。いやー、これテンション上がるないや、めちゃくちゃテンション上がるわ。ちなみにこれ、値段が、えー、優先のアークティスノバプロが279ドルで、日本円だと、ドン。3万5千円。まあ、当時のゲームダックとアークティスプロのセットっていくらだったんだろう 今でもアマゾンで売ってんだけど、1489日だから、4年以上前に発売されたんだ、これ。2018年とか。当初は、発売された瞬間が3万5千円で、すぐに3万2千円になってるね。それが今、えー、3万5千円。まあ、そんなに上がってないな。為替とか考えたら同じっすね。だから特に高くなってるわけじゃないですね。まあ、純粋にアップグレードして値段もそんなに変わってない感じですね。これはね、みんな買うでしょ。 はい。それじゃあ次、無線ですね。僕個人的にはワイヤレスの方がすごい気になってるんですけども、えー、ワイヤレスの方を見ていきたいと思います。それがこちら。はい。アーキティスノバプロワイヤレス。はい。アーキティスプロワイヤレスの新型みたいなものですね。いや、これはやばいなぁ。いや、そして高いっすね。379ドル。 4万8000円来ました。高い。<laughs> でも、これ多分、当初、アーキスプロワイヤレス発売された頃も4万3000円ぐらいだったと思うんで、まあ、5000円アップって感じかな。まあ、それだけのね、機能アップグレードがあるのか見ていきましょう。まずは見た目から、えー、足しなんでいきましょう。えー、見た目はこんな感じで、もうクソかっこいいです。はい。見た目だけで欲しくなる。おじさんも満足。そして、 こんな感じ。ゲームダックと同じ感じで、ちょっとかっこよく進化してますね。で、見た目はね、あのー、優先版とあんま変わんないんですけど、まあ、このね、マイク収納されてるのかっこいいね。この上のやつなんだろうこれなんだろう気になるのんボタンで、えー、こっちにパワーボタンかな。で、ミュートボタン見えますね。えー、あとはわからないけどかっこいい。こっち側にはこれ優先接続用ですかね。はい。 ということで、見ていきましょう。えー、同じだね。全能のオーディオ。来ましたね。ノバプロアコースティックシステム。ここも同じだな。あ、ゲーム用えやばいこれ。アクティブノイズキャンセルだって。NC ついてる。で、高度な4マイクハイブリッドシステムか。ハイブリッドシステムってことは中にもあるな。アクティブノイズキャンセルって、あの、何処理かあって、 外も中もマイクがあるタイプですね。だからその耳の、そのイヤーカップの中で鳴ってる音と外で鳴ってる音って違うんだよね。で、それに対してそのノイズを消去する音を流すんだけど、アクティブノイズキャンセリングってものはね。で、その耳の中にも入ってるタイプっていうのはもっと消えるんですよ。だからこれハイブリッドだからめちゃくちゃ高いやつですね。最近発表されたあのソニーの XM5? あれも、えー、ハイブリッドシステムですね。ハイブリッドシステムはそのノイキャン用のマイクが多いんで高いんですよ。 これすごいいいノイキャン入ってるみたいです。で、透明モードっていうのは何だろうこれ。あー、これ、あれだね。外部音取り込みモードもあるってことかな。これ4つマイクあるってことは、左右にこれが2つずつあるってことちょっと見てみよう。ごめんね。すごい、あのー、興奮してますね。これ左にはあるんだけど、右にはないな。右、右にもあるのかな。あ、あるわ。あったわ。ここにあるわ。1個、2個あるね。だから外用の、 え、ノイカンマイクがこことここにあって、中用のやつは多分イヤーカップの中に入ってる、ね。えー、大体ね、ここら辺にあったりするんだよね。だから4つっすね。なかなか、これはすごいぞ。で、マルチコネクトシステム。これも同じか。さっきのやつと同じで、両方いけるのかな。だからちょっと USB ハブっぽいことが、この中で行われると。で、Bluetooth もいけるのか。 これはアーキティスプロワイヤレスと同じですね。同時に Bluetooth 接続できるんで、例えばスマホでディスコードやりながら PS5 でプレイしたり、PC でゲームやりながらこっちのスマホの音楽をね、流したりもできますね。これはね、めちゃくちゃ便利ですね。これだけでもね、もう買う価値ありますからね。で、おーインフィニティパワーシステム来たこれ残ってるのかこれね、あのー、アーキティスプロワイヤレスでもあったんですけど、これね、どういうものかっていうとこれ外せるんですよ。パカって言って。で、こっち側のダックの 後ろにも、このバッテリー挿すところがあって、要は、二つバッテリーがあって、片方充電しながら片方使ってんですよね。で、こっちが切れたら、まあ、一瞬電源切るんだけど、パッて外して、こっから抜いて、ここに差し込むの。そしたら、一生、ワイヤレスだけど、一生使えるっていうこと。その、ダウンタイムがないんですよね。だから、これはね、めちゃくちゃ便利だったんですよ。だから、アーキティスプロワイヤレス結構ね、長時間僕、数年間使ってたんですよ、免疫で。 これがすっごい便利だったんだよね。これもそのまま引き継がれるらしいです。まあ、でもそうなるとちょっと気になるのが重量だよね。こいつの重量どれくらいなんだろうっていうのはちょっと気になりますね。で、EQ 設定も10バンドで、ま、あこれはあのー、ゲームダックと同じだね。新型の。で、チャットミックスもできますよ、と。で、マルチシステムだよ。ここら辺全部同じだね。いや、インフィニティパワーシステムめっちゃ嬉しい。ちょっとじゃあ、スピーカーも同じ 40mm で、えー、有線は10から4万 Hz。 あ、無線だとやっぱちょっと落とすね。10から22000になるね。で、ANC は、えー、ハイブリッドと。すごいね。いや、これは欲しいっすね。バッテリーの数は2個。ホットスワップ付きノンストップバッテリーってどういうことだあれこれもしかしてさ、え、これすごいこと気づいたかもしれない。これさ、8秒以内で書いてあるよね。もしかしたらだけど、これ、バッテリーをさっきさ、俺外して取り替えるって言ったじゃん。で、これを外した瞬間ってこっちの、 電源切れるはずなんだよね。8秒間以内だったらこっち切れないんじゃない ?8 秒間以内に交換作業をやれば永遠にバッテリー切れない説ある。やばいな、そうだったら。すごいエンジニアリングじゃん。えーこれはやべえなこんなのなかったよね、今まで。で、働き詰めで。<laughs> これ翻訳おかしい、なんだろう。あ、オンザ効果。要は、ワイヤレスでってことか。2.4GHz だけ使ったら44時間で、えー、Bluetooth も同時に使うと、 えー、半分ぐらいになるかな ?22 時間になるみたいですね。それでも十分長いですね。一方のバッテリーでこれだけだから。で、急速充電もあって、15分で3時間プレイできますよ。いや、つえ。つ <laughs> えわ。Bluetooth、ワイヤレスはバージョン5.0。えー、イヤレスも低遅延 2.4GHz。デュアル接続 2.4GHz、Bluetooth 可能性ですよ、はい。噛んじゃったね。まあ、製品仕様、まあ、多分同じだと思うんだけど、一応見ていくと。 唯一多分ね、気になる点が、やっぱりあの、ゲームダックもそうなんだけど、光端子入力なくなっちゃったね。まあ、PS5 のね、光端子の出力がなくなったってのもあるんだろうけどね。まあ、そこら辺は、えー、ラインインとラインアウトで、なんとか対応してくれって感じだと思いますね。まあ、次世代機に合わせてきた感じだね。でもその代わり、USB1 と2があるのは、マジでこれね、便利だと思うんだよね。いやー、熱いっすね、これは。えー、届いたらね、即レビューしますね。これはマジで楽しみ。 特にこのプロワイヤレスのね、ANC 機能とか試してみたいですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。えー、今回ね、急遽回したんで、編集とかも少なめなんですけども、えー、よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。で、僕のディスコードサーバー入ればね、こういった情報も速攻、えー、発表前に手に入るので、よかったら入ってみてください。ぜひメンバー加入してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね